新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年は馬年です。台湾では馬は福を招き、万事うまくいく縁起の良い動物とされており、今年の台湾と日本の関係も万事如意、万事身の殺しとなることを願っております。文化交流の面では、今年2月の札幌雪まつりに台湾の有名観光スポットを表情にした作品が出展されるほか、今年6月から東京で10月から九州で台北国立故宮博物院展が開催され、日本にいながらにして翡翠でできた白菜や豚肉の角煮そっくりの石などを含む数多くの故宮の至宝を鑑賞できます。毎日よろしくお願いします。新代表真央会長、ブレスキー皆様、明けましておめでとうございます。新年コアラ 3.1 時の時、私は台北におりまして、事件が起こった後、事務所に行きましたら、事件が起こりました。事務所の前にですね、白い花束が置いてありまして、ということであってですね、日本と台湾の関係というのは本当に特別な関係であるということを、今年は熊の年で、ぜひきっといい成果になると思います。ご唱和お願いします。乾杯。ありがとうございます。おめでとうございます。